ということで皆さんもこんばんにちは、ガーガーチャンネルのタイガでございます。ということで本日はナイトルーティン的な最近のお気に入りの夜の過ごし方っていうか、その適当に紹介していきたい、そういうのを適当に紹介していきたいと思うんですけど、ちゃんと喋りたい。本日こちらを買ったんですけれども、最近のお気に入りっていうか、まあさ、大体の夜最近ちょっと待って、はい、本日はですね、セブンイレブンでこちらのアイスを買ったんですけど、その最近の夜のルーティンというか、まあ、毎日食ってるわけじゃないけど、その運動を兼ねてコンビニまで歩いて行って、そこでアイスとか何か一品買って、あってこってこう歩きながら食いながら帰ってくるっていう感じ、それがあの最近の一番のルーティンというか夜のルーティンなんですけど、ただいまの時刻は今10時半で、まあその今そんぐらいで帰ってきたんですけど、まあ、時間帯的には不健康だけどね。でもこれめっちゃうまいよ。食ってみ、なんかこの食感が本当に書いてあるやん、果実の味わいと食感、もう食感が本当にすごいすごくて、でそこでね、本当になんかさ、俺の勝手な予測でしかないんですけど、コンビニ行ったらさ、警察が止まってて、警察のパトカーが止まっててさ、コンビニから出てきたら、なんかおじいちゃんとおばあちゃんがいて、なんかそのおばあちゃんが車に乗ってパトカーに乗ってて、何って思って、でその一瞬っていうか、そのでおじいさんが声をかけてたの、大丈夫かみたいな、でなんか迷子になっちゃったのかなみたいな感じで、なんかボケちゃってて、そうなのかなって頭をよぎったんですよ。で、そしたらなんかそのおばあちゃんが、私なんかわかんなくなっちゃったみたいなこと言って、あ、やっぱ絶対そういうことだって思って、なんかね、その帰り道、考えさせられました。普通になんかさ、とっても悲しい、なんかかわいそうだなって思って、なんかその本当にさ、ドラマ用で聞くような言葉を生で聞いてしまった気がして、で多分迷子になってて警察の方が保護したのかわかんないですけど、本当にこれは推測だ、ただの俺の、あの勝手なねあれだけど、そんなことがあって、伝わったかな、本当にそのそうなっちゃうのかなとか思いました。ということで本日はナイトルーティーンなんで、まあ、今日はね、あの学校の2限からちょっと暑いんで脱ぎます。2限から、間違えた、4限からあって、4限は2時半からなんですけど、その前にお風呂入っていったので、もうちょっと今日はお風呂はいいかなって思って、顔だけ洗ってあのスキンケアとかして、ね、寝たいと思いますので、そこまであのお付き合いしてください。ということで顔洗いましょう。はい、ここで顔洗いたいんですけど、ちょっと見てこれ溜まっちゃってるんで、あの今から綺麗にしていきたいと思います。綺麗になりましたんで顔洗いましょう。ということで早速洗っていきます。で本当は洗面所とかで洗えと思うけどさ、狭いじゃん、狭くてビチョビチョになっちゃうんで、僕のところここで洗ってもビチョビチョになるけど、別に広いからこっちでやってます。やらせてください。はい、普段の洗顔はこちら、お母さんがくれたんですけど、オルビスのなんかこのパウダーのやつと、この泡立て器で泡立ててやってます。でなんか衛生的な問題の、この泡立て器とかバイキンあって汚いよとかっていうのはあの受け付けてませんので、よろしくお願いします。こんぐらい、わかんない、なんかあーそれっぽいぐらい出して、シャカシャカします。はい、これいつもよりちょっと少ないけど、ふわふわいきます。顔洗い終わったらすぐあの保湿っていうか、その今日はパックしたいんですけど、あのあれです、あれ、あの化粧水パッドみたいなのでパッパッパってやります。はい、ということで普段使ってるのがこちらなんですけど、これもお母さんからもらったミディキューブのあのパッパッパッパってやるやつね。これがちょっと見切れてるけど、ちょっと待って、これを、まあ、今日は1枚でいいかな、一旦パックするし2本、なんか2枚とか使う時もあります。普通にあの1枚じゃ足りないような気がするんで、でも今日はパックするから、でこれでなんか一人化粧水みたいなもん、わかんないけど、なんかここら辺ギュッてやるとなんかね、汚いんだよね。で、ここら辺ニキビあるから、なんかちょっと優しく、はい、で、こちら今日次がで、これが今日使いたいパックはい、こちらが今日使いたいパックなんですけれども、これもメディキューブで、これもまあいつのかわかんないけど、なんかたくさんあるんで、この前使ったらめっちゃ気持ちよくって、あの赤いやつ使ったんですけど、これ今日青です、僕の好きな青。おお、今取れてる。ちょ、早くつけて、早く。はい、めっちゃテッカテッカで、めっちゃ髪の毛もな、これでべちょべちょになっちゃったんですけど、めっちゃこれ気持ちいいの、なんか。この後、あんなことになってしまうなんて。
この男はまだ知らない。いや、あとこの飲むタイミング的に合ってるかどうかわかんないんですけど、このみちょのこれをお水で割って飲みます、作ります。はい、ということでズボンだけ瀬戸さんのプーンスウェットに着替えたんですけど、こちらこれを飲んでます。YouTube とか見ながらゴロゴロしながら全て飲み終わるっていうか、でも今ミスって洗顔後のあったかいお湯出てきて、水道から水道水で直接作ってるんですけど、お湯です、なんかうざ。はい、こんな感じでスマホをいじっていきまーす。てかそろそろ20分ぐらい経つんですけど、まあ、どうやる？あーじゃあそういうこんあーじゃあそういうこんで、ここでこの前ニュッテーよニュッテーみたいになっちゃってで、こう？うん？めっちゃ下手くそなんで、ちょっと見てください。ここが、ここ、待って忘れたかもしれない、やばい。あーじゃあそういうでも、なんだっけ、撮ったんだけどさ、なんかわかる？てか痛いし赤いし、なんか合わなかった肌に。なんか本当に僕自称敏感肌っていうか、本当に敏感肌っぽいんだけど、めっちゃ赤くなってない？痛いもん、今気づいたし。あんな下手なダンス踊ったからですか？そんなことないけど、そんなことあるけどちょっと美肌補正かかってツルツルになるけどさ、ほら赤いんだけど。ちょっと待って、鏡見てくる。やばい、ちょっと待って、見事にパックしてない目のこことここら辺だけ白いままさ、赤いんだけど大丈夫？ちょっと待って、俺は大丈夫ないです。普通に僕は大丈夫ない、痛いし、あったかいし、ジンジンするっていうか、収まるよね。別に収まってほしいけど、別にっていうか、ただナイトルーティーン取りたかっただけなのに。言ってこれ、食べさせてください。なんでこうなっちゃうの？今日の朝から食べ始めたらなんかもう終わっちゃって、シロスパル最悪じゃん。普通に熱っ、汗かいちゃったし、もうお風呂入んなきゃいけないじゃんこれじゃん。っていうかさ、その前々回の動画でヒカキンさんの動画みたいになっちゃったんですけど、ヒカキンさんが休養するって言って、で昨日戻ってきたらまさかの味噌菌っていうカップラーメン、なんか自分のブランドみたいのを作るみたいので、えぐって思って、早く買いたいし、語学怖いからよ、絶対に動画にします、食べたい早く。すごいよね。まあでもなんか休むからさ、なんか僕音楽系だと思ったの、めちゃめちゃすごいアーティストとコラボするみたいな感じだと思ってて、でツイッターの人とかはなんか結婚するのかとかなってたけど、まさかのカップラーメン、カップ飯もすごいよね。さすがヒカキンさん、食べます。はい、ちょっとほら、分かる、今ほら赤くない？普通に焦ってるよ、ちなみに普通に。だって最後の1枚です。はい、ということで場所が変わったんですけど、僕の部屋の角っちょに、角っちょってなんか前も言ってたよね、角っちょに僕のデスクというか作業スペースをね設置して、最近ここはここでオンライン面接とか受けてるんですけど、でここにパソコンがあって、なんか YouTube とか見たりして、さっきのみちょを飲みながら寝るギリギリまで YouTube 見て、今龍河さんが流れてしまったんですけど、その動画を見ながらリラックスするっていうようなナイトルーティーン、ほぼ毎日、まあアイス買い食いするのは3日に1回ぐらいなんですけど、他のものはサラダチキンとか買って買いながら食べたりとか。でも赤いよねやっぱり、やばでさ、最近さ、なんかこれ誕生日、大学1年生の時の誕生日で友達からもらったんですけど、多分100均ので、ここに僕の名字を書いてくれてて、そのレンズをぶち抜いてつけながらなんかできる風に編集とかしてるんですけど、メガネってさ、この縁がさ視界に入ってめっちゃ邪魔じゃないって思って、ここがめっちゃ気になるって思って、だから絶対につけないんですけど、数
分間だけできる風にやったりしてるんですけど、めっちゃ気になる。はい、ということでちょっと顔は赤いんですけど、今回僕のナイトルーティンをちょっと手短にご紹介したんですけど、どうだったかでしょうか。ちょっとねこの価格結構いい価格だと思ってるんで、個人的にだからここにあっちにあるさタペストリーみたいのを映して、なんかいい感じに座りながら喋れるし、そしたらでライティングもねこれ結構いい感じにできてると思うので、多分つけたらねいい感じだと思うんで、なんかこっちにもなんか装飾を施して、なんかいいなんか喋る系の動画もね撮れると思うので、なんか今後なんかいろいろ計画していきたいと思います。ということで今日の動画が良かったなと思った人はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。あと顔赤くなっちゃったんで、ちょっと専門家の方わかんないですけど、本当に赤いでしょ今、あったかいの本当に。それで焦って今汗も脇汗出てきちゃったんで、もうお風呂入るの顔だけ避けて、首のから下からでもいいからシャワー浴びたいと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。皆さんおやすみなさい。